はいどうも、ダークネスローズです。と、おはようございます。<laughs> 今日も若干寝てた。<laughs> 夜、あれ何時ぐらいやったかな ?10 時にもなってなかった。多分10時前後ぐらいやったかな。にふわーっと寝てて、起きたら12時やった。<laughs> 2時間ぐらいしか寝てない。その睡眠に意味があるのかっていうね。なでもちょっとスッキリしたような気がする。あと寒い。<laughs> めっちゃ寒いな今日うんいやまあ今日ちょっと用事があってまあ仕事関係でちょっと用事があって本業でねちょっと出かけてたんやけど昼前ぐらいから昼過ぎぐらいまで <laughs> 出かけててまあ帰ったら何時やったっけなあれ2時前ぐらいやったかなでそのぐらいの時にちょっと配信あったりとか久しぶりに久しぶりでもないからやってうんまあ いつも以上に暇な1日やった、ね、まあ買い物したりしてたからずっと暇やったかって言ったら別に暇じゃなかったけどまあで言うても暇やったかなうんはいまあね <laughs> そんな風に無理やり話題もないのに引き延ばしてはまあしょうがないからまあそ,その話題を余談はそんな感じにしといて。 えっと、キャス側というか、サムネの画像にもなってるし、あと、概要欄とテロップにも書いてあるけど、鬼巫女って書いてある、この画像ねあの、レイムの画像、これ、この真っ赤のね、この返り血を浴びたような、この色、めっちゃかっこいいよね。まあ、これね、なんか、あの無限っていう格ー、格ゲ格芸のフリーソフトがあって、格ゲーをその、自分でキャラを追加して、その遊べるゲームみたいなのがあって、 まあそれの中にあるまあ東宝のキャラでまあその改変キャラみたいな感じかなそのもともとのそのハクレイ・レムがちょっとなんか闇落ちしたというかちょっとブチ切れた状態みたいな感じの <laughs> キャラだってまあそっちの世界ではちょっと有名なキャラだったりするみたいなんやけどまあそれはちょっとどうでもいいんやけど <laughs>。 <laughs> まあちょいちょいなんかあのゆっくりとかの茶番でもその話題が出たりとか「鬼巫女」っていう話題,話題っていうかワードが出たりすることもちょいちょいあの茶番とかであると思うから知ってる人は知ってるかなと思うけどまあ要はそのぶち切れてその内に秘めるその邪悪な本性が出てしまったらどうなっちゃうのかなっていう話らしいんやけどまあ,まあ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 そんな,なんか設定はうんぬんかんのはまあ今ここで喋っても仕方ないんで。 まあそのデザイン的にねめっちゃかっこいいよねこの赤と黒のコントラストが俺めっちゃ好きなん,うん <laughs> その話題をね広げようと思ってもちょっと難しいんやけどねうんまあ俺も言ってもまあこうやってちょいちょいそのゆっくりとか その東方系の動画を見たりすることがまあまあ昔からまあ,あるっちゃあるねんけどな昔からニコニコとかで流行ってはいるし俺もその原作にその何て言うのかな知識が全くなくてもともとねまあ友達とかがよくそのゆっくりなやつを見たりとかあとまあその曲あのいわゆるその原作で使われてる音楽のボーカル付きの曲とかあるやんかあの マリサはんちゃらがんちゃらみたいなやつとか <laughs> あのチルノのやつとか割と有名やんかあの辺の曲ねまあ,あと「ナイト・オブ・ナイツ」とかあの辺の曲には有名だと思うけどそういうものはもちろん耳でその聞き親しんではいたけどその知識が全くないしゆっくりとかでしか知らないからでゆっくりとかニコニコとか YouTube とかで見てたけどその知識がないからあんまりその人としゃべることもなかったしその話題をその。 配信なり YouTube とかで喋ることもまああんまなかったんよ。実際知識ないし、その原作やってないしね。まああの、その何て言うんかな、細かいこと言うんだったら好きとか嫌いとかの話じゃなくて、まあ元々その東方のゲームって、まあ弾幕シューティングっていうジャンルになると思うんやけど、まあ古いもので言ったらさ、えっ、ー、と、弾幕シューティングで有名、弾幕ではないけど、シューティングで有名なところで言ったグラディウスとか、 まあ大昔のゲームやよねグラディウスとか、R まあ、最近でもあるんやったら R タイプとかああいうゲームがまあ有名やけど俺あんま得意じゃないんよね、まあ、グラディウスは多分俺もほんまにあのレトロゲームが一時期友達の間でめっちゃ流行ったことがあって学生の頃に、まあ、当時でもう全然その何年も前やけど10もう10年以上前やけどでも当時からその もうすでにレトロゲームと言って間違いないレベルのゲームやったわけよ。言ったらだってファミコンやしねグラディウスの1とか2とかそんなんは。でもその今の現行のレベルで言ってもかなりレベルの高いゲームではあるんよ。グラディウスって。まあただ難易度がまあまあ高いからまあ言ってもそのなん,なんていうの難易度激高のさ最近よくそういう、まあ、PC ゲームとかあとまあフリーのゲームとか そういう界隈であるようなガチでやばい難しいゲームとか、あと、あの、アーケード系のゲーム、あの、ゲーセンとかにあるゲームね。ああいうやつは、言ったらコイン1枚入れてコンティニューやんか。要は1回ワンプレイで100円で、まあ、それで途中でやられたり、死んで時期がやられたら、コンティニューするのにもう100円入れなあかんやんか。ゲーセンのやつとかやったら。家でやる分やったら何ぼでもコンティニューできるけど、そのね、 あの外でやるゲームって言ったらもうプレイ自体がさ一回死んだら終わってまうしまた100円入れなあかんなるからどうしてもね難易度を特にそのケチなっていうかまあその収益に固執したようなゲーム会社とかやったらもういかにしてそのなんかクリアできそうなんやけどできないみたいなのをやりがちやからどうしてもだからどうしても難易度高くなるよね。 まあ、その家庭用ゲームってなるとそこまで難易度高くないよそのコンティニューにその金が関わってこないから要はもう買ったら買い切りやけ。今みたいにいわゆるそのそし上げとかみたいにさまあ基本プレイ無料で課金でお金をが発生するものだったらまた難易度とか変わってくると思うけどそのもう買ってしまえば買われたでそれまでやしそれがもうすぐに収益につながるからその難易度が高かろうが低かろうが関係ないわけよ。 だから、割と家庭用ゲームは優しいというか、だから俺でもできたんやけど、できたけど、それでもなんかね、ちゃんと、裏技とかがね、グラディウスとかあるんやけど、コナミコマンドとかって言われて、そういう風うな、裏技なくしてクリアできるような人間ではなかったから、あ,あんまりマゾ,そのマゾプレイみたいなのが好きじゃないから、俺 <laughs>、どっちかっていうと俺杖したい方やから。っていうのもあるんやけど、まあ、単純に、その、 シューティング自体が得意じゃないから、そういう理由もあって、まあ言ったら東方のゲームって、基本、まあ全部が全部そうじゃないけど、あの今の、あの、ソシャゲであるようなさ、ロストワードとか、まああれはちょっとやってるんやけど、まああと他にも何個かゲーム出てるけど、まあ音ゲーだったりとか、まあ最近新しいの出たらあれ音ゲーやったかな。そういうのも出てるみたい音ゲーも苦手やからな、俺。<laughs> あの音ゲーも苦手やし、シューティングも苦手やから、 あんまりその原作に触れることはなくてその原作を知らないのにさ、まあ、ちょっとキャラ知ってるぐらいでさなんかあんまり誰々がどうのこのレイムがどうこうのヨームがどうこうとかって喋んるのもさそのああいうのってガチ勢がいるからめんどくさいなと思ってたから俺あんまりそれについてあんま話題出したりせえへんかったよ日暮とかでもそうなんやけど日暮も俺原作やってはないからね PS2 版しかやってないから まあそんな関係でさ、うん、その原作に触れてなかったりすることが多くて知識が乏しい部分があったからあんまりその東方の話とかってすることなくてまあでも最近はそのゆっくりの話とかでどうしても触れることが多くなったしあともうその。 今ね、その世間の状況的にさその家におることがどうしても多くなるからその関係上動画をねその YouTube とかを見てる時間がどうしても長くなるからさあの必然的に俺まあそういろんな動画見んねんでそのラファエルとかも好きやしさそういう YouTuber の動画もめっちゃ見んねんけどただねその何回も見るかって同じ動画を何回も見るかって言われたらそうじゃないや、まあ、見るやつもあるけど中には好きな企画とかネタとかあるからそういうのは何回もその すり切れるまで見たりすんねんねけどただねそんな何十回も見ることないやんか基本的に。やけどそのゆっくりの茶番とかあと MMD の茶番とかもそうやけどああいうのって割と話が面白いやつとか、まあ、あとゲーム実況してるんやけどそこにちょっと茶番が入ってるやつとかだったらほんま何回でも見れるねんな。 ぶっちゃけ俺まあまあそういう人他にもいるかもしれないけどでまあそれで見る機会がどうしても多くなって見る時間も長くなってるからうんなんか必然的にねそういう話題を出したくなるっていうか <laughs> 別に語るほど知識はないからあんまり語らないし特にこの鬼巫女なんかも言ったらそのガチの東方のファンの人にはあんまり受けがなかったりするからねその改変キャラやから言ったらその格ゲー用に改変された その特殊なキャラだったりするから原作に出てくるキャラではもちろんないから、まあ、一部ちょっとそれっぽいキャラが出たりするゲームもあったりするんやけど、まあ、東宝って基本あの同時に緩いからもともとが同人のねサークルがやってるやつやからその割と緩いんよね、まあ、あのそれこそ日暮らしとかもそうやけど比較的その同人界隈にゆるいというか。 まあ特に、特に東宝は緩いよね。うん。もうあえて間口を広げてるっぽい。だから他の人が作ってもいいっていうふうにしてるからね、基本的に。二次使用 OK になってる部分が多いから。まあこれちょっと、俺もその自分が二次使用したことがないから、東宝のね。だから、あの、それ違うでって言われることもあるかもしれんから、あくまで、その二次使用が緩いっていうことだけ言っとくよ。うん。どこどこ、どこまでいいとか、どこまでダメとか言い出したら俺知らんし、そこまで詳しく、その、 もう気になる人はまあもちろんその上海アリス見、うん、学なんだっけどその公式を見てもらったら多分書いてあると思うけどまあウィキとかにも書いてあるかな確かあその二次創作についての方針みたいな何なか書いてあったような気がする、うん、何かで読んだと思う、うんまあ、とにかく、まあ、そういう感じで緩い関係上いろんな派生ネタであるとか いろんなキャ,キャラ付けであるとか、ま、ず茶番とかか茶ゆっくりとかも含めてねでゆっくりが広まってんのもゆっくりって別にあの言ったら顔だけのまんじゅうキャラクターいわゆるマスコットみたいなキャラクター、まあ、レイムもそうだけどんを総称してゆっくりっていうわけであって別に東方キャラである必要は別にないわけよ。だから実際んやろ遊戯王のゆっくりのキャラがおったりとか、まあ、あと他のアニメとかゲームとかあのな何があったっけトーラブとか あとボーカロイドとかその辺のキャラのあとボイスロイドとかもそうだけどそういうちょっと東方と関係ないキャラのゆっくりとかもまあまあちらほらあったりするしだから別に他のキャラクターが使われないわけではないんやけどどうしてもそのゆっくりって言われたらもう東方のキャラレイムとマリサが出てくるやんかイメージ的にね。 まあ元々ゆっくりっていうものが作られた経緯がそれマリサとレイムが「ゆっくりしていってね」って書いてあるあのコピペかなんかが元になってるからどうしてもそうなりがちなんやけどまあそれ以上にそのさっきも言ったけど同人に対して緩いからこういうネタが使いやすいっていうのもあってその収益にも関わっても全然使って OK ってなってるから実際。 今そのゆっくりの茶碗作ってる人であるとか、まあ、その実況してる人であるとか、解説してる人とかが、その動画、まあ、YouTube に動画を上げて、それを収益化することができるから、そ,のそれに対してちゃちゃ入れられることがないから、その著作権うんぬんかんぬんで、なんかつけられることないから、だから使いやすいっていうのは使いやすいんだと思うよ。っていう話やね。まあ、なんか東方、東方っていうか、まあ、ゆっくり会話について、ちょっと久々に話したけど。はい そんな感じです。何の話をしているのか全くわからないんで、まあ、興味がある人は調べてもらったらと思います。はい。えっ、ー、と、ダークネス・ダーズでした。バーイ。